冨安ね、スタメンでね、見たいですけど、ちょっと冨安の、まあ、ライバル争いというかね、右センターバック、右サイドバック、左サイドバックかな。この辺の選手がね、結構丈夫だったり、もしこのままベンチ続くようだったら移籍した方がいいと思います。思わないですね。絶対チャンス来るし、絶対大活躍するとき来るから。アーセナルより、組織しっかりしてて、なおかつ冨安に絶対、もう、出番が絶対あるみたいなチームってないじゃないですか。逆にサリーバとかホワイトとか、まあ、ティアニーとかジンチェンコもそうかな。この辺が誰か欠けて冨安出たときに、その時のパフォーマンス良かったら、今度、冨安が怪我しない限り、他の選手がスタメン奪うの難しくなると思います。そのぐらいね、ちゃんとしてるんだよね。今のアーセナルのバックライン。まあ、ちょっと、セドリックだけ怪しいけど。おお、入ったか？あ、入ったみたいだね。いやー、サリバ得点力見せますね。前もミドルシュートすごいの決めてたし。いやー、これでかいね、ハイブバック相手にね、セットプレーでも決めたの。セットプレーでもっていうか、ここまで持ってきたのがね、持ってこれたからこそのセットプレーですからね。いやー、ちゃんとニア側で反らして、あ、しっかり入ってますね。いやー、あれね、ゾーンで守ってるからね、他の人のエリアにスライドしたときに、これね、17番が10番、あ、違う、その前のところか。18か16、どっちかが10番に声かけれなかったんですよね、17番から。そっち行ったぞみたいな声かけれないまんまポークもできず、サリバに飛ばしちゃったみたいな。そこにちゃんとボールを送り込めてんのとね、決めたサリバがすごいですけどね。これね、ファビオ・ビエラとかもね、バルサでいうバルデみたいな感じで、試合感つけていくとめっちゃ良くなったりとかするんだろうね。今でも十分いいんだけど、もっと頼りがいある選手になってくるっていう、頼りがいのある選手になってくる。お？マヨネーズやばいやつか。え、どっかでぶつかったのかな。ふくらはぎ裏？言ってたら冨安出そうだけどね。そしたらホワイト左の冨安右サイドバックになるのかな。うわぁ、アップの時からちょっと違和感あったみたい。え、でも今押さえてるところと逆側じゃない？今、あ、同じとこだ。でも試合前からのああいう映像をさ、ちゃんと残しといて、こういうタイミングで出すのすごいよね、その技術というか。なんか本当技術班の優秀さを感じますね、今のシーンで。超優秀。本当プレミア審判以外優秀だよな、マジで。さあ、マグネスケがね、めちゃくちゃ心配だし残念だけど、出てくるのが冨安っていうね、こう、日本人だからワクワクじゃなくて、戦力としてワクワクな感じがしますね。さあ、どっちで使うんでしょう、冨安。ちょっと見たいのは左センバーだけど、日本代表でもそっちになるだろうし、ただ、多分右サイドバックだよね。一応マグライスプレーしてるね。冨安右にしてホワイト左センバーにするか、そのまま冨安左センバーかどっちかだと思います。このね、あと、ちょっとマグライスには申し訳ないんだけど、ホワイトとか冨安が左センバー入った方が、このティアニーが中入りすぎてる現象に対して、センターバックが外側の位置取ってウィングとつながるようにできると思いますね。利き足的には左利きの選手欲しいんだけど、体格のフィードがうまいかは、どのぐらいできるかわかんないけど、左足でも遜色なくというか、右で出すと見せかけて左みたいなことできるから、冨安は。ただ、両足使えるのと、両足でロングフィード蹴れるのって全然違いますからね。おい！スンバーラ！いや、ジャカのオープンに置いたボールの置き方も素晴らしかったし、ジェズスにしか届かないみたいなボールでしたね。いや、ボールの動かし方も綺麗だったしね。一気にティアニーから上げないで、一回ジャカが中継地点に入って、外使った後中ってやったのも良かったね。いや、横パスからのミドルもある感じの置き方でね、もうクロスしか蹴れないっていう置き方じゃなかったからね。で、遠い距離のクロスだともうちょっと外側に置かないとボール蹴れないけど、体に近い位置でも蹴れる蹴り方で、ちゃんとね、インスイングというか、こうカーブかかるボールだからキーパーも出にくいし、
本当素晴らしかったですね、今の展開も。いやーでもよかった、めっちゃ出来よかった前半じゃないですか。本当こういう細かいところを指摘しなかったら本当めちゃくちゃいいチームというか、このクオリティを出せるチームなかなかないですからね。目をつぶらなきゃいけないポイントはないっていうか、本当上質なサッカーしてくれてるって感じがしますね。オランジーヌ君スパチャありがとう。新加入組ビエラとサリバの評価、俺が評価けど、ビエラはまだまだフィジカル的には伸びなきゃいけないところあるだろうけど、このチアゴ的なこうまさとこう思考が共存してるっていうか、この状況だと触んないで、あとか少ないタッチでこっちに渡した方がいいなとか、あと他の選手がこのポジション取ってるから自分はこのポジション取るべきだなみたいな、サッカー脳がきちんとありますね。でサリバに関しても元々の不器用なイメージがどんどんなくなってきてて、セットプレーの得点はもちろんだけど、あのビルドアップの時にもちゃんとポジション取り直しながら、あのパスをあの振ったり縦につけたりとかできるから、なんか本当頼りがいのある選手たちを補強して、この本当に大成功の補強じゃないですか。ウーゴビエラ、おーミドルシュート来たーすごっ。いやーキックうまいと思ってたけどね。いやーめちゃくちゃ良かったね。溜めて一回外振って上がって坂にプレス行かないようにして、マルティンリが斜め入ってくるから、マルティンリが今日中入ってくる機会多いんだよね。だからジェズスがその分手前行けてみたいな。いやーこれキーパーのチャンスだよな。いやワンタッチ目からツータッチ目までめちゃくちゃねスムーズだし、いやー良すぎるな。良すぎてこっからだれそうだな。いいな。良すぎてもうやめていいかなって思ってますもんね、この配信。もういいからね、この試合は。それぞれ見て、じゃっていう。いやー、やっぱ、ね、思考でさ、選手の質をさ、サポートしてるというか、底上げしてる感じがマジで気持ちいいっすね、見てて。さあ、来た。よく止めたな、最後。ほぼ決まったと思ったな。いやもうサイドに渡った時にね、オーバーラップとさニアゾーンのこれ両方されて、相手からしたらもうどう対応しようとか思ってるうちにね、間につけてそのまま入ってきたわみたいなさ、もう守備の整理つかない状態でずっと攻撃されるから、やっぱり横振りの速さとねフィニッシュワークでちゃんとね奥座ボールしっかりやってるっていう、マジで全部基本に忠実なんだけど、そのクオリティが高いからさスペクタクル見えるんだよね。ケン君スパチャありがとう。今アーセナルに過去のアーセナルレジェンド一人入れられるなら誰選びますか。あ難しいけど、アンリかな、マルティニーニのところ。マルティニーニが悪いわけじゃないけど。が、ジャカンのとこに、ビエラはちょっと違う。まあ、ビエラかな、ジャカンのとこにビエラ。ジャカンのとこビルナ、ビエラか、マルティニーニのとこにアンリかな。交代役使わないのは当然考えあると思いますよ。本当にさっき言った。代表で冨安持ってかれるから、そこで疲れ溜めた状態で代表行かしたくないわ。もしかしたらあったりすんのかもね。あそこの監督むちゃくちゃ使うからなっていう。あ冨安来た。いやホワイトアンカーの冨安右サイドバック見たかったよな。おファールないんだこれ。いやよく抑えたな。あれ一瞬、あれ今ゴール前詰めてたのロコちゃんだった。あ、違う、エンケティアか。びっくりした。ロコンがその貪欲さだそうなんです。ロコちゃんだね。不思議ちゃんだからな。愛せない不思議ちゃんだ。15歳なんだ。右サイドハーフ入ったのかな。もう出すことに意義があるっていう時間帯ですしね。本当に、お前はこのクラブ背負う選手なんだぞっていう。15歳でデビューしたからって、そこからすごい人生になるとは限んないからね。消えていく選手もいっぱいいるから。ウッドバーンとかめっちゃ期待されてたけどな。ハリロビッチとかさ。ドスサントスとか。もうちょっと17とか8とかだったけど。15はすごいね。いやー、でもいいもん見れましたね。